カポレーは、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル郡にある、非法人地域であり、オアフ島の中部に位置する。一般に、オアフ島の第二の都市と呼ばれるが、法的には、地方自治体ではなく、都市でもない。その領域はかつては、サトウキビの栽培に使われた、農業地だった。カポレーという名前は、火山塩水球である、プーをカポレーから取られた。ハワイ語のプユーは、 おを意味し、カポレイは愛されるカポを意味している。古代ハワイの伝説でカポとは火山の女神、ペレの姉妹だった。カポレイはホノルル市に次ぐオアフ島の都市中心として発展している。かつてはパイナップルや砂糖キビ生産の農業用地として使われていた地域にある。その土地の大半は実業家ジェームズ・キャンペルの所有地に入っていた。 カポレーの主要な開発者は、ジェームズ・キャンベル社の子会社のカポレープロパティ・デベロップメントである。カポレーハレは、ホノルル市、軍によって建設された市民センターであり、ホノルル市長の執務室や様々な地方政府機関の事務所が入っている。カポレーは、ハワイ州の中で最も人口の多いワフ島を第二の都市中心として開発されている。 オアフ島の人口増加の大半がこの地区で起こっており、将来的にも続くものと予測される。オアフ島の中心に近い中央渓谷にあるエワ平原と南部斜面は、以前のエワの農業用地と真珠湾のワイパフとワヒアワの間にある、なだらかな斜面である。開発中のカポレイ市街地、マカキロ高地から、 撮影住宅の建設が始まったのは1980年代後半であり、その後すぐに商業開発が続いた。カポレイを自立できる都市にする努力が続いているにも、かかわらず、大半はホノルル市のベッドタウンに泊まっており、主要道路の建設が始まっているものの、交通渋滞の問題が続いている。2006年8月にカマーハーベニューの延伸部である、 マナワイ通りが完成し、カモキラブールバードとファーリントンハイウェイの渋滞を緩和した。カポレープロパティデベロップメントは2007年1月に200万ドルの予算でカモキラブールバードをカポレーパークウェイからルーズベルトアベニューまで延伸する工事を始めた。さらに、最近、州交通局との合同プロジェクトでフリーウェイのランプ追加工事に600万ドルを拠出した。 州やホノルル市政府さらにハワイの大企業がカポレーの領域内にそこそこの支所を設けてはきたが地域内の急速な人口成長は地元での働き口の創設スピードをはるかに上回っておりカポレーやその近くに住む成人の大多数はホノルル市内で雇用されているので主要な交通路である週間高速道路ハワイ1号線の混雑を助長している 2006年12月、ホノルル市市政委員会は、カポレイから、ホノルル市中心街まで、固定軌道交通システムの建設を承認した。2007年1月、オアフ島の住人はこのシステムのために消費税増額0.5%を払うようになった。カポレイに隣接して、以前に開発された、マカキロの地域社会、バーバーズポイント海軍航空基地、 キャンベル工業パークと呼ばれる工業地帯と水深の深い港及び氷菜のリゾート地がある。カポレイにはハワイ州とホノルル郡の庁舎ビルがあり、公共図書館や郵便局及びカポレイ高校などの学校もある。カポレイ裁判所の建設が2007年7月に開始された。幼稚園前から12年生までを教える私立学校が2004年に開校した。 カポレーの郵便番号は96,707である。2002年、パシフィックビジネスニュースによると、郵便番号96,707の地域は、収入中央値が62,203ドルであり、オアフ島の中で2番目に高いと報告された。世帯の5つに1つ自覚が10万ドル以上の収入を得ている。 ホノルル市、軍によると、カポレイの持ち家比率は70%である。スターリングのベストプレイシーズでは、カポレイの世帯収入中央値が7129ドルであり、全国平均の42350ドルと比べて、かなり高い。2007年10月、ディズニーがコーリナリゾートマリーナに、アウラニリゾートの開発を発表した。 2011年8月29日に開業した。ハワイ大学ウエストワフ校は現在パールシティに本拠があるが、2009年秋にカポレーの新しいキャンパスに移転する予定である。カネオヘの8月平均最高気温は、歌詞92度、最低気温は、歌詞62度、1月の最高気温は下詞80度、最低気温は、 歌詞61度と年間を通じて温暖である。平均降水量は1月で4.1インチ、8月で0.4インチとなっている。カポレーは、北緯21度20分05秒成形158度04分51秒。 北緯21.33472度整形158.08083度、21.33472-158.08083 21. に位置する。カポレーは、マカキロの町に近いワイアナエ3斜面の南端に位置する。ホノルル市からは、約25マイルのエワ平原にある。最近週間高速道路ハワイ1号線によって、マカキロと発展する。 カポレーが分断され、1号線を東に行くと、ワイパフに至る。1号線は、カポレーの西約1マイルで終端となり、ファーリントンハイウェイと合流して、カヘから、ワイアナへ海岸の七栗に至る。ファーリントンハイウェイを東に行くと、炎入り売りに至る。1号線の出口1番は、カラエロアブルバードとなり、バーバーズポイントやキャンベル工業パークへの入り口である。 一号線とファーリントンハイウェイの合流点から1マイル、足らず西にはコーリナのウェストアフリゾートにクランプと立体交差がある。南にあるレントン道路はカラエロアとを結んでおり、さらに東にはエワビレッジがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.1平方マイルであり、すべて陸地である。ホノルル警察署が、 カポレイに師匠を構えている。ハワイ州教育部がカネオヘの公立学校を運営している。カポレイの小学校は4校ある。カポレイ中学校とカポレイ高校もある。2015年4月、日本の東海大学が米国、ハワイ州ワフ島に開設しているパシフィックセンターとハワイ東海インターナショナルカレッジをホノルル地区から カポレイ地区のハワイ大学ウエストワーフ校、キャンパスビレッジ内に移転した。米国の大学敷地内に日本の高等教育機関がキャンパスを開設した例は、これまでになくハティックが初の試みとなった。ありがとうございます。